セージとチョコって意外と合うのね。癖になりそうだったわ。美味しいのはどれだ？変わり種選手権優勝ですもんね。味の点数だけだとさつまいもの方が上だったけど、意外性も合わせるとソーセージの方が勝って。白熱した戦いだったね。愛理先輩に教えてもらってチョコペンとかでデコレーションするのもすっごく楽しかったな。一緒にバレンタインチョコを作った時のこと思い出しちゃったわ。私もです。秘密のバレンタイン同盟再結成だって思って嬉しくなりました。アイリ先輩、エムちゃん、今日は一緒にチョコファンデュパーティーをやってくれて本当にありがとうございます。お礼なんていいわよ。チョコレートといえばやっぱりこのメンバーでしょ。また二人とお菓子を作れて嬉しかったわ。じゃあ急いで片付けなきゃ。余った分は小分けにして持って帰りましょう。はーい。みんな遅れてごめん。さっきやっと来た。大丈夫？何かあったの？どうせパジャマ選んでて遅れたとかでしょ。違うよ。実は愛理先輩たちとチョコフォンデュパーティーしてたんだ。ノートのこと話したら協力したいって言ってくれて最高の思い出になっちゃった。はい、これお土産。わー、美味しそう。ありがとな、サキ。そういえば、やりたいことノートがどのくらい埋まったの？みんなのおかげでほとんど達成してるよ。アルバム作り以外だと今からやるのが最後の一個。そうなの？じゃあ張り切ってやらないとね。うん、ではでは早速、夜通しおしゃべりお泊まり会in世界スタート。でも、お泊まり会って何するの？眠くなるまで一緒に遊んだりおしゃべりしたりするんです。ということで、じゃじゃん、こんなものを用意しました。大工のとメモ帳？うん、このメモ帳にトークテーマが書いてあるから、サイコロで出たがのテーマに沿ってお話しするの。前にモモジャンが配信でやっててやってみたかったんだ。へー、楽しそう。でもトークテーマってどういうの？絶対に爆笑する話、言えたくなるほど恥ずかしかった話、今だから言える秘密の話。本気で言ってる。でもみんなの意外な一面が見られて楽しそうだね。じゃあトップバッターをオナちゃん。私？頑張れオナミ。こういうのは最初にやっちゃった方がピカ楽だよ。そうかな。でもやらないと始まらないもんね。簡単なのが当たりますように。はい、出ました、オナちゃんの今だから言える秘密の話。秘密？
家で食べたアップルパイ切って出したけど、本当はホールケーキで、みんなに出した分以外は私が全部食べました。次はメイコさんの腰が抜けるほど驚いた話。この前一人でドラムを叩いてたんだけど、曲のラスト揉み上げて揉み上げてシンバルをジャーンと鳴らしたら、ベッパンが、え、出たって、何が？ジャーンって掃除道具入れから飛び出した。いいんだよ。なんだ、カイト、そんな恥ずかしい話を持ってたのね。まあ気にするなよ。ドアンのレールにつまずくくらいためにでもあるって。これでみんな話し終わったかな。一周しちゃった。早いよ、もう一回やろう。でも、もう結構遅い時間だよ。たま、布団敷くのも結構大変そうだし、そろそろ寝る準備した方がいいんじゃないか。はーい。じゃあ、机と椅子下げて布団敷こうか。寝るだけだね。このまま寝たらお泊まり会もおしまいか。ちょっと残念だけど楽しかったな。そうだね。それにこれでやりたいことノートもほとんど終わりなんだよね。うん、あとはアルバム作りだけだよ。みんなのおかげでいっぱい写真撮れたから、絶対最高のアルバムにするね。あ、ねえサキ、実は私たちからサキに渡したいものがあるんだ。え？これなんだけど。これって写真？あ、やりたいことノートをやってる時のだ。みんなも撮っててくれたんだね。うん、でもそれだけじゃないよ。サキちゃんがメインになるように撮ってるんだ。え？志保が気づいてくれたんだ。サキがアルバムに使おうとしてる写真、ちゃんとサキが写ってるの少ないって。え、そうだった？うん、せっかくアルバム作ってるのにサキが楽しんでる写真がないのはもったいないでしょ。だからサキがメインで写ってる写真もアルバムに入れてほしいと思ったんだ。しほちゃん、みんなありがとう。お、あはは、さっき勢いよくいたね。布団にライブだ。いいな、私も読みたい。もうさっき危ないでしょ。だって嬉しくなっちゃったんだもん。はいはい、ま、ちょうど寝るとこだったし、このまま寝よっか。私たちも横になろっか。そうだね。じゃあ、俺とカイトはそろそろ隣の教室に行くよ。おやすみ。おやすみなさーい。Hit it.
るのってなんかドキドキするね。そうだね、すぐに寝るのはちょっともったいないかも。あ、ナナ、サキがみんなにもらった写真、私たちにも見せてくれない？いいわね、写真の思い出も一緒に聞かせてほしいわ。いいよ。じゃあどの写真にしよっかな。あ、これ竹上通りでクレープ食べた時の写真だ。こんなのも撮ってたんだ。さきちゃんクレープに夢中になってたからその時にね。あはは、すっごく美味しそうに食べてるね。すず、大きな口ね。でもしほちゃんも鼻にクリームついてるの全然気づいてなかったよね。ちょっと、それは忘れてって言ったでしょ。うんうんうん、クリームしほちゃんは私がバッチリ取っておいたから忘れません。アルバムには入れないでよ。どうしよっかな。さきちゃん寝ちゃったね。明日一番最初に寝たって知ったら拗ねそうだな。まあ喋りながら寝落ちしたし、お泊まり会でやりたかったことはできたんじゃない。もうチョコ飲めないよ。どんな夢見てるの。とっても幸せそうな寝顔ね。そうですね。おやすみ、サキ。